ここからは金儲け商品とご覧のスポンサーがお送りします。エマ・ワトソン、イケメンに赤面。ジャニーズ事務所の人気アーティストが映画ハリーポッターとアズカバンの囚人の PR で来日中のエマ・ワトソン、ルパート・グリントにエールを送りました。参加したのはハリポタシリーズが大好きというニュースの小山慶一郎さん、カトゥーンの亀梨和也さん、赤西仁さん、ソロで活躍中のジミー・マッキーさん。そんなイケメンに囲まれ、好一点のエマ・ワトソンはちょっと恥ずかしそうでした。色気がある子だ。そうです。最初びっくりしましたよ。14歳ですよ。びっくりしましたよ。14 now, but then I was much younger. さらにこのメンバーの中で誰が好みのタイプか聞かれると、No, it would be rude to try and choose that all very gorgeous. さすが、はい、あんなに若くても配慮するんですね。ね、誰とは言えない。本当は誰がいいと思ってますよ、きっと。まあでもちょっとした仕草がとてもチャーミングで可愛くて、そしてやはり大人っぽくなってきたなという印象を持ちますね。これ小山君が20歳、亀梨君が18歳、赤西君が19歳、ジミー君が16歳ということなんで、まあジミー君が一番エマ・ワトソンに年齢的には近いという感じありますけれども、はい、まあしかしこれからが楽しみになってきましたね、ますますね。いい存在ですよね、はい。ちなみにこの前の日は炉端焼きを楽しんだということなんですが、小山慶一郎君はご実家がラーメン屋さんということなんで、ぜひ日本のラーメンを食べてほしいというふうにハーマイオニーちゃん、エマ・ワトソンに訴えていたそうです。寿司はまだチャレンジしてないんですかね。どうでしょうか ね挑戦したいって言ってましたね、はい。ということでエマ・ワトソン、今日もお伝えしました。さあ今度はさらにぐーっと